元気ですか <laughs> 大丈夫かな今、多分ライブです。やったーえー、っと、今日は2回目ですね。 2回目のヘレンの日本語のライブトーク。で、今日のテーマは、パ、え、ワーポイントですね。パワーポイント、分かりやすくて、そして説得力のあるパワーポイントの作り方についてお話しします。えー、私はほぼ30年間日本に住んでいるイギリス人、岩田ヘレンです。ビジネスコミュニケーションコーチと、えー、女性のサクセスコーチです。 そして今、えーまあ、これから数週間、ほぼ毎週土曜日、こういうコーナー、<laughs> ヘレンの日本語ライブトークをお届けします。そしてそのテーマですけれども、特に働いている女性に役立ちそうなテーマをお話したいと思います。特にセルフケア、そしてゴール設定。 コミュニケーションそして、仕事の効率を上げて結果を出すテーマについてお話したいと思います。そして、今日のテーマはコミュニケーション関係ですけれども、パワーポイントの作り方。皆さんどうでしょうかあのお仕事の中でパワーポイントを作ることがありますでしょうかで今、ま、すごいですね。今、ちょっと <laughs> 見たんですけど、もうすでに結構ライブで見ていらっしゃる方が多いんですね。えー、かなこさん こんにちは、愛子さん、マイコさん、すごーい宮ヤさん、みほさん、ありがとうございます。はい。で、これから、あの、ちょっと簡単に、えー、このパワーポイントの断捨離というテーマについてお話したいと思いますけれども、えー、話してる途中で、ライブで、あの、ご覧になってる方は、あの、コメントとか、えー、ご質問とかありましたら、ぜひ、 あの、コメント欄に書いてください。そして、いいねとか、ハートマークを押して、あの、応援してくださいね。<laughs> そして、あの、この、えー、ライブが終わっても、えー、ご覧になっている方、コメント欄に、あの、ご質問とかコメントを書いていただくと、後でそれを見ますので、あの、そしてお返事しますので、ぜひぜひ書いてくださいね。はい。ではでは、今日のテーマですけれども、 パワーポイントの断捨離。皆さん多分お部屋の断捨離を考えたことがあるかもしれませ、あ、ん。そういう概念を聞いたことがあると思いますけれども、えー、今度はパワーポイントで断捨離を使いましょうという話です。で、あのこの断捨離の断、捨離の漢字の意味とパワーポイントでどのような関係があるかについてお話しします。まずは断。 であの普通のお部屋の断捨離の場合は、断というのは、もうそもそも物、物いらないものが部屋に入ってこないように気をつけるということです。で、パワーポイントはあの同じようなことです。だから、その、不要なものを断つ。だから、必要のない情報とかデータを最初からパワーポイントに載さないということです。よくあるパターンは、 あの、もうその、例えばそのプレゼンテーションとかプロジェクトに関する情報をもうたくさんたくさんパワ、えーポイントに載せたいです。二つの理由があって、一つは、あの、プレゼント、プレゼンテーションしているときは忘れたくないから <laughs> 全部書きたいです。で、もう一つの理由は、どれぐらい仕事できたかを見せたいからたくさんたくさんあのパワーポイントに書く。だけど、たくさん情報があると、 オーディエンスが逆に混乱します。わからなくなります。情報があまり多すぎてわからないので、最初からそのデータが、その情報かデータが必要なのかを、あの、まずは聞いてください。それは段ですね。そして二つ目はシャ、社。 それは捨てるとということですねまあ、あの部屋の場合はいらないものをもうすでに入ってていらないものを捨てるということですけれどもパワーポイントの場合はあのそれはそれをもう選んだ情報の中であのそのそ言葉とか記号とか色とかその表し方をできるだけ簡潔に分かりやすくするということです。例えばあのいいらない 単語があるかもしれません。特に英語であのプレゼンテーションを書く場合は、例えばあの the outcome of the meeting を書きます。the outcome of the meeting でその of the がある場合は、それを取ってあの逆にするとあの簡潔になり,なります。だから meeting outcome。 The outcome of the meeting じゃなくて meeting outcome そうすると短くなりますで短くなるとあの頭に入りやすくなりますオーディエンスにとってはそしてもう一つは記号ですですすごくよく見るのは例えばあの <laughs> あのバレットポイントバレットポイントの場合はその文章の最後に例えばピリオドが必要ないです必要ない場合がすごく多いですあとは時々見るのは ブレット、ね、ポイントと番号両方使っている場合がありますけども一つだけで大丈夫です。だからそういういらない季語とかあの単語とか記号をあの、まあ、捨てるですね。あとあの色。 色ですね、例えば円グラフがあってこれもすごくよく見ますけれども円グラフがあってそしてその円グラフの中ではセグメントがすごく多くて各セグメントの色が違うなんかすっごい作るのは時間がかかると思いますけれどもそれは本当に必要ですか多くの場合はその円グラフが示しているのは例えば2つのセグメントが メッセージに関係ありますけれども他のセグメントは特に重要ではないだから別に色をつける必要はないですその重要なセグメントだけ色をつけて分かりやすくするということですはいそれはシャ「捨てるということでしたあのできるだけ簡潔に書くそして3つ目は「D。D。で「あのというのは離れるということですねであの パワーポイントの場合はどういう意味かと言いますと、それはパワーポイントのスライド自体から離れる。それをあの実際に動くんじゃなくてあの、頼らない。スライドには頼らないということです。よくあるパターンは、パワーポイントスライドがあって、たくさん書いてそれをよあの読んでいますで。それを読んでいると、オーディエンスにフォーカスできません。オーディエンスとのコネクションとかエンゲージメントがないから良くないです。 だからパワーポイントにあまり頼りすぎないように気をつけて自分のプレゼンテーション内容をもう自分の頭と心から話すというのがポイントですねそうするともっと分かりやすいあの説得力のあるプレゼンターになります大丈夫でしょうか はい、そしてそれはまあ多分難しい最初はあでも覚えられない覚えられないと思っているかもしれませんけれどもテクニックがありますね方法覚えるテクニックとかがありますあのそのテクニックについてあの speak like an expert online というあの今あの新しいコースを作ってますけれどもそれはその中には詳しく書いてありますけれども今簡単に言えばまずは 簡単なストラクチャーを作る簡単なストラクチャーを作ると自分のプレゼンテーションの内容が覚えやすくなります。自分にとっても覚えやすいし、そしてオーディエンスにとっても覚えやすくなります。えー、それはあの1つですね。そして2つ目は練習です練習を忘れることが、まあ、忘れる方が多いんですけれども練習がとても重要でしてあの実際に声を出して話す。 あの話して練習する時間があまりなければ少なくとも自分の頭の中で練習するといいですねはいで今は段車りのすべての、えー、部分を話しましたで今ライブ今もう少しでコメントを見ますけれどもライブでご覧になっている方はご質問があれば是非今書いてください今ちょっとリキャップをしますね <laughs> <laughs> すごいなんか早口で <laughs> 話してますけれども「段、えー」はまずはその情報が情報とかデータが必要なのかを自分に聞いてくださいそして「者」は必要のない単語記号とか色を捨てるそして3つ目は離れるだからあの自分のスライドには頼らない自分の頭と心から話すということです できたはい <laughs> では今ちょっとコメント欄を見ますね。はいはいはい。そう、リー、大事、大事ですね。そう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 、すごく大事です。それを、あの、それは本当にすごいもったいないとよく思います。プレゼンターのその内容がすごくいいんですけれども、あの、 あまりにもスライドに頼ってて、フォーカスしてて、そしてオーディエンスにフォーカスしないと、オーディエンスとのコネクションがないので、あのそういう意味では説得力がないですね。はーい。ニキさん、こんにちは。フランシスカ、こんにちは。いいですね。今のところは特にご質問とかはないようですけれども。すごい。 いいですね。なんかライブで見てらっしゃる方が多いですね。ありがとう。あ、これは練習は本当にすべ、えー、て通してプレ,ゼンプレゼンした方がいいですかありがとうございます。あの、みちかみちこさんからの,あのご質問です。そうです。あの、で、一回だけではないですね。理想、もちろん理想として、 あの理想的な世界ではないかもしれませんけれども理想としてできればもうフルにあのプレゼンテーションを練習する実際に例えば会場だったらその会場で練習するオンラインだったらオンラインで実際に練習するそして例えばあの、えー、と Zoom とかを使っている場合はその Zoom の練習もできますだから実際に技術も使って練習すると あの当日はやりやりりすすくなりますだけどもちろんもちろんあの皆さん多分忙しいと思いますからあまりなんか声を出してあの本当のフルなプレゼンテーションを練習する時間があまりないと思いますけれどもそこで重要なのはすっごく役立つのはあのスポーツ選手みたいなイメトレ頭の中であのそのプレゼンテーションを想像する。 で私はこれをすっごくよく使ってます。例えばお風呂の中とか食器洗いの時とか自分の頭の中でプレゼンテーションが流れてることがすごく多いんです。で、あのそれは本当に効果的です。あともう一つは例えばあの同僚と話している時は別にそのプレゼンテーションフルではなくてもあのそのプレゼンテーションの一部が自然な会話の中に出てくるとすごくいい練習にもなります。 でそれを同僚の方と話してる時とかあの自分の頭で考えてる時はあのあこれはあの分かりやすく言えましたとかこれはまだちょっとあの明確じゃないとあの気づくと思いますのでその時はあのじゃあどういうふうに言い直せばいいかを考えることができます。そして あの、例えば自分の頭の中では想像してると、どのような質問が来るのかなと想像できます。そして、あの、本番になると、もっと、あの、やりやすくなります。はい。<laughs> あとは、大丈夫でしょうかみちこさん。あとは、ちょっと待ってください。すごい、今、たくさん出てきました。えー、は <laughs> は なんか美穂さん、かさ私より日本語を理解されてます。勉強しましたよ、たくさん。<laughs> はい、そして、えー、久美子です。日本語のプレゼンを英語訳するとき、気をつけることありますか、はい、すごくなくなってしまい、えー、文字だらけになってしまいますと、私の主人が 聞いてますそうです、そうです。だから、あの、先ほどの話、あの、その2番の「社」の時、えー、英語表現をできるだけ簡潔にする。あの、パワーポイントですごくよくあるのは、パワーポイントを日本語でまず作って、そして英訳しようとすると、もうすっごいもう本当に文字だらけになりますので、えー、その断捨離、全部使うといいですね。最初から、これ本当に必要なのですかそして どういうふうにもっと簡潔にいるかをあの考えてあの作ってる時はその2つを考えればいいですね。えー、他に気を,気をつけると英訳の時は気をつけるというのはそういうところがメインですね。それができれば結構良くなると思います。そして、まあ、あのどれそのプレゼンテーションのなんか英語のレベルがどれぐらい重要なのか。 を考えてで場合によってあのネイティブの方にチェックしてもらうというのもいいかもしれません。あとすごくなんか、えー、とスペルとかスペースとかそういうのも気をつけた方がいいですね。あのと <laughs> 見たことあるのはあのなんかクライアントのプレゼンテーションでクライアントの会社名をのスペルを間違ってるとかそういうの <laughs>。 本当にもう気をつけた方がいいですね。あとは何がありますかね。ジョンコさん、こんにちは。えー、<laughs> すごく役立ちます。ありがとうございます。はい、みちこさん、ありがとうございます。同意ですね。はい、ありがとうございます。多分今,も今まで全ての質問ですね。では、こ。 この後は他のご質問とかありましたら、あのライブではなくてもこの後で、えー、この録画をご覧になっている方は、ぜひあのコメント欄に書いてください。時々あの、これから特に1週間、このコメントを見ます。<laughs> ニッキーさん、Your Japanese sounds way more professional than mine. <laughs> ありがとうございます。練習です。 練習、練習、練習。もう,もう30年、ほぼ30年間日本に住んでて、もうずっとずっと日本語勉強してて、もうずっとずっと練習してるから、それです。皆さん同じように、あの英語が英語ネイティブではなくても、練習すればできますよ、絶対に。はい。では、今日は。 あの、パワーポイントの断捨離のお話になりました。ダンとシャーとリーを全部考えて、あの、今度のパワーポイントをさの作成の時にこれを考えてください、えー。そして来週の話ですけれども、まあ来週の話は実は今度の月曜日の The さすがポッドキャストの話を来週の、えー、このライブでお話ししますけれども、 あの今回はスペシャルゲストが登場します。あのそのポッドキャストに。ポッドキャストにスペシャルゲストが登場しますあの彼女は、えー、にあの日本人の女性で社長です。社長です。すごく若い時から社長になりましたのでどういうふうにあの周りの方からその尊敬を得る かという話にあの、どういうふうに認められるかという話になりますあの。お楽しみにしてください。はい。では、あの、できれば、さすが、ポッドキャストを聞いてください。あとは、このライブをまた見てください。で、ご質問とか何かありましたら、いつでもコメント欄に書いてください。はーい。そう、イメトレが大事ですね。練習。はい。ありがとうございます。あの、ライブの方も、 あの、録画を見てる方、本当にありがとうございます !Have a great day! Bye!